こんにちは、ブルーホースです。最後の試練、レインボーレイン、ヘビーレインやっていきましょう。12.99 センチ、もう間もなく残り2センチというところにたどり着きました。さあ、E3 パートですね。The last origami figure. 最後の折り返し。The last trial. The last trial. すごい足取りが重い。大丈夫？てか、この廊下がめちゃくちゃ長く感じるけど、気のせいかな。The last origami figure. The last origami figure. ああ、腰が。ヘルニアがたまらん。僕もう間もなく30歳を迎えるんだけど、15でヘルニアになって人生の半分以上がもう、あれとか人生の半分が、まあどうでもいいかそんなことは。さーて、なんだここ。インタビュアー室かな？インタビュールームか何かかな？これ、おー、なんか映ってる。何？ピ。The last trial.最後の試練、最後の質問。息子を救うために命を捧げることができました。瓶には致死量の毒が入っています。60分後にあなたは命を落とします。薬の中は住所の最後の文字が手に入ります。息子と助けて別れの説するには十分な時間が与えられるでしょう。If you drink it, you will get the last letters of the address. You will have enough time to save your son and say goodbye to him, but then you will die. You can drink the vial. 毒を飲むか飲まずに帰るか選ぶのはあなたです。飲む前にいろいろと調べさせて、なんかないの？何もないね。Save Sean. Sean を救って自分は死ぬ。それ、Sean のためになってんの？ Sean は父親を失うけど、少なくとも命を助かる。それが正しいことだ。まあ、それは子供が助かるだったら親としては喜んで命を投げ出すけど、なんかそれで違くないか？ He must be watching me. なるほど。これら全部カメラなのか。One hour to live. Just enough time to see Sean. ギリギリ助けられるだけの時間。でも本当に助けられるかどうかも怪しいところね。嘘かもしれない。飲んだ瞬間に死んでしまう。もしくは1時間以内で救えるかどうかもわからないよね。There's got to be another way. I can't kill myself to save my son. これで帰るっていう選択肢もあったりするんだよね。だがここは飲むしかないだろう。だいたい1時間で飲む量で死ぬっていう調整されている毒って一体何だって話だよね。どんなやつ？落とすなよ。決して落とすなよ。よし。行こう。覚悟を決めました。行こう。もうすでに苦しい。だってさ、歩くスピードもさ、もうままならない状況なのにさ、だってこれは誰が用意してるの？本当になんか白馬みたいな感じだったとしたらやばいよね。無遊病に常に襲われ続けてるってわけでしょ？さて、飲んだ。カメラで監視してるのは一体誰だ？俺だよって言ってジョーン・シェパードがやっぱ本人出てくるのかな？え？最後の文字が電話に送信されました。てか途中のミッション失敗してるから届いてないんじゃないの？ 852？ ルーズベルト852か？I did what I had to, Sean. やるべきことやった。パパが助けに来た。行く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 。行こう。背に腹は変えられない。行くしかない。こういう時は元気になれる。さあどうなる？最後の試練。タクシー。あ、誰か、ん？あ、そっか、今、追われてるからか。こんなところで捕まるわけにはいかないからな。どうなる？さて。息子がいるその排水溝というべきなのか、なんか用水路というべきなのか、どこだろうか。え？ I'm nowhere and I'm out of time. 無駄だった、時間もない。この落とし手紙の薬いまいましい住所。Fucking address! Come on! くそ、何か方法があるはずだ。本当に60分後に死ぬあれなのかな。どうしたらいい？刺して、ショーンが今どういう状況？もう鼻だけとかか？もしもし？ん？何も聞こえない。何も聞こえないね。くすー、どうしたらいい？続いて今度こっち。これは何？Several different addresses fit these letters. 手紙に当てはまる住所は複数ある。 God, they're scattered all over the city. 街のちっこち散らばってる。全て確認する時間はないぞ。嘘、そういうお家探し出せってこと？
これをも、これでどうしたらいい？じゃあこれは聞いても仕方ないんだよね。何にも鳴ってないよね。じゃあダメだよな。852ルーズベルトレーン、ルーズベルトパーク、ルーズベルトレーン、ルーズベルトロード。I may only have time for one address. If Sean's up there, I'm done. そこに行けば終わりだ。そうだな。もう一個一個行くしかないね。一個見つけられなかったらもう俺、そうそう、人を殺せなかった俺が悪いからな。まあ、殺すことは良くないのは間違いないんだけど。あれ？自分を犠牲にするっていうロックが解除されただけで終わっちゃった。果たして、ショーンは無事助けることができるんでしょうか？短いパートだったんですが、主人公がノーマンに切り替わるというところで、すごい次の展開が気になりますが、一旦ここで終了としたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイチャ。